財務諸表を読んで投資する人を一人でも増やしたい。どうもクラゲです。本日は配当利回り 7% を超える超高配当銘柄 AT&T の10年分の財務諸表データを分析していこうと思います。株式投資をする際は銘柄の財務諸表をしっかりと読んでから投資をすることが大切だと思うので、 AT&T への投資を考えている方やすでに保有している方はぜひ見ていってほしいと思います。それではやっていきましょう。まずは1分で簡単な会社概要を確認します。 AT&T は世界最大級の総合通信会社となっていて、米国を拠点にしています。 AT&T は2015年に衛星放送の DirecTV を買収、2018年には映画会社のワーナーメディアを買収しました。しかし今年の5月にはワーナーメディアをスピンオフし減配すると発表しています。減配の代わりにスピンオフした新会社の株式がもらえるようですが、そこら辺の条件を踏まえて今後は投資をしていく必要があると思います。事業ポートフォリオは通信事業にあたるコミュニケーションズがすでに 81% を占めていて、スピンオフ後はさらに比率が高まることが予想されます。それではここから財務諸表のデータを確認していきましょう。データ1つ目は貸借対照表です。まず薄い赤色流動資産が薄い青色流動負債を下回っていて、資金繰りが厳しそうですよね。実際に現金は 9.7 ビリオンドルで流動負債を大きく下回っています。そして濃い青色固定負債に含まれている長期借入金は153ビリオンドル、日本円で約17兆円あります。この額は大きさだけ見るとかなり借金が多いように思えますが、この後のスライドでしっかりと評価していきたいと思います。黄色の純資産に含まれている自己株式調整利益剰余金は 19.5 ビリオンで、純資産の総額179ビリオンを考えると物足りないような気もしてしまいます。続いて損益計算書の推移です。赤色のグラフ売上高の推移は2015年を境に上昇し、大枠として上昇傾向に転じていますよね。これは2015年に DirecTV を買収したことによる上昇であると考えられます。そして2018年にもワーナーメディアを買収しているので、売上高が拡大するのは納得ですよね。しかし紫色の当期純利益に関しては売上高の上昇に追いついていない感じがします。どうやら企業買収をうまく利益に結びつけることができていないようですよね。こちらは損益計算書から利益の部分と利益率を抜き出したデータです。こう見ると緑色のグラフ営業利益と青色の当期純利益の上下が激しく、利益が安定していないことがわかりますよね。さらに2020年には当期純利益がマイナスになり赤字を計上しています。これは資産の減損処理を18ビリオンドル、日本円で約2兆円行った影響で、営業利益が圧縮されて赤字になってしまったみたいです。 AT&T のような通信事業者は固定資産をたくさん持っているので、減損処理により利益が圧迫されるリスクは高いですよね。続いて利益率を示した折れ線を見ていきます。赤い折れ線当期純利益率はかなり上下が激しく安定感がありません。さらに10年間の平均も約 8% となっていて、低水準となっていることもマイナスのポイントです。続いて売上高と営業利益の成長率で成長性を見ていこうと思います。青色の折れ線売上高成長率は PL で確認した通りいい伸びをしていますよね。しかしオレンジ色の折れ線営業利益成長率が芳しくないことから、売上高と利益の差が開き、どんどん薄利なビジネスになっていることがわかります。続いてキャッシュフローの推移です。オレンジ色のグラフ営業キャッシュフローはやはり横ばいとなっており、利益が伸びていないのが現れていますよね。しかしながら黄色いグラフフリーキャッシュフローは過去10年でマイナスとなったのは2回のみで、安定感はなかなかいいと思います。ここは通信事業という安定したビジネスの強みですよね。ここで少し補足しておくと、フリーキャッシュフローがマイナスとなった2015年と2018年は青色で示した投資キャッシュフローが大きくマイナスを掘り下げていますよね。これはそれぞれ企業買収をしたタイミングであるためであり、2015年が5兆円、
2018年は7兆円のキャッシュが流出したことになります。こちらは1株当たりのデータです。このデータは綺麗に横ばいになってしまっていますよね。 PL では売上高が上昇していましたが、1株売上高を示す黄色いグラフ SPS は上昇していません。つまり企業買収に伴って株式をたくさんばらまいたため、 AT&T は薄いカルピスになったわけです。薄いカルピスを飲まされた株主の気持ちを考えると、やるせない気持ちにもなります。続いて収益性を見るために ROE と ROA を見ていきます。オレンジ色のグラフ自己株式調整 ROE は、自社株買いによる ROE 水増しを防ぐために計算をしています。調整 ROE の10年平均は 8% となっていて、米国企業の平均が 12% であることを考えると低水準です。さらに通信事業を展開するベライゾンの調整 ROE が 20% 以上であり、同業と比べてもポンコツであることがわかります。私は利益率が低いビジネスでも ROE が高ければ許すことにしているんですが、 AT&T は利益率 ROE ともに低水準で、収益性は低いことがわかりますよね。こちらは売上高費用比率、売上の何パーセントを各費用が食いつぶしているかを示したグラフです。まずは上から3つの原価率、販管費率、研究開発費率はとりわけ高かったりするわけではないので問題はありません。しかし緑色の折れ線で示した焼却費率には問題があります。焼却費率は 10% もない企業が大半を占める中、AT&T は売上の 17% を食いつぶされてしまい、利益を圧迫しています。さらに同業のベライゾンは焼却比率が 13% であることと比較しても、 AT&T は高すぎますよね。このように通信事業者は基地局などの固定資産が多く、焼却費が高くなってしまうというビジネス的なマイナスポイントにも注意したいところです。続いて自己資本比率、流動比率、利益剰余金比率の観点から安全性を見ていきます。オレンジ色の折れ線、自己資本比率は 34% で十分な水準となっていますが、青色の折れ線、流動比率が 100% を切っているので手元資金は苦しそうです。なので今後の借金の増加などには注意していきたいところですよね。続いて緑色の折れ線、利益剰余金比率は2020年は 11% の水準となっていて低水準です。これはつまり純資産のほとんどが株主からの出資のお金で、利益で大きくしたのがたったの 11% であることがわかります。 AT&T のような高配当銘柄は利益剰余金がたまりにくい傾向にはあるんですが、歴史の長い企業でこの水準はさすがにいかがなものかと思います。続いて長期借入金の側面から安全性を見ていきます。青色のグラフは長期借入金の推移で、折れ線はフリーキャッシュフローまたは利益の何倍の長期借入金があるかを示したグラフです。長期借入金の推移は2015年を境に大きく上昇しています。やはり企業買収をするためには借金をするしかなかったのがわかりますよね。2020年の最新の年次報告では長期借入金が153ビリオンあり、これはフリーキャッシュフローの 5.2 倍になります。個人的には5倍を超えると黄色信号であると考えているので、 AT&T の借金は多いと思います。そしてフリーキャッシュフローを2020年のものではなく10年の平均で計算するとさらに悪い数字になるので要注意です。こちらは利益剰余金とその変化率のグラフです。薄い緑色の調整利益剰余金は利益剰余金から自己株式を引いたもので、より現実的な数値となります。調整利益剰余金は2014年まではマイナスでしたが、2015年からはプラスに転じています。 AT&T の売りである配当金はこの利益剰余金から出るので、プラスに転じたのは評価したいですよね。しかし直近では利益を超える配当をしたため再び減少傾向となっています。個人的には今後の減配でしっかりと利益剰余金に厚みを持たせられるようになればいいと思っています。続いて株式枚数と変化率のデータです。株式枚数は2015年と2018年に大きな増加をしています。これは前々から言っている通り企業買収をするためのものです。しかしこの株式枚数の増加が1株当たりのデータを縮小させているということを確認しましたよね。
なので AT&T はさっさと減配して借金の返済と自社株買いをした方がいいと思いますし、それが株主のためになると思っています。こちらは1株あたりどれだけ自社株買いが行われたかを示す1株自社株買いと、利益の何パーセントを自社株買いに使ったかを示す自社株買い成功です。意外にも2012年と2013年には大きく自社株買いをしていました。しかし近年はあからさまに自社株買いをしていないですよね。続いて配当関係のデータです。さすが配当利回り 7% の企業って感じですよね。綺麗に増配をしてきています。しかし折れ線で示した配当成功を見ると、利益以上の配当をしている時も多く、これなら借金が増えて当然ですよね。最後に株主還元成功を確認しましょう。こちらの指標は利益の何パーセントを配当と自社株買いに当てたかを表すものになります。ここまで来ると特に言うことはないですが、株主還元に対する意見を言っておくと、私は AT&T の減配はプラス材料だと思っています。配当ではなく借金の返済をすれば、将来株主が負担する銀行利息を減らすことができます。ではなぜ減配を早くやらなかったのか。この原因は株主のリテラシーの低さも大きな要因だと思います。個人投資家は財務諸表を見て総合的に判断する人は少数ではないでしょうか。そんな中みんなが見ているのは配当利回りです。そんな株主にいい顔をするために、経営陣は借金をして配当を出すといういびつな構造が現実となってしまったと思います。減配が必ずしも悪ではない。内部留保による再投資も株主にとっては価値があるということに気づいてほしいなと思います。最後にまとめです。動画で言ったいいところ悪いところを簡単にまとめています。 AT&T は買収によって売上高を拡大してきましたが、肝心の利益は伸ばすことができていない状況でした。そして過剰な投資と配当によって株式枚数の大幅な増加と財務の悪化につながってしまったことも確認できましたよね。 AT&T の今後はスピンオフと減配によって身軽になってくれることに期待したいなと思います。ということでクラゲ的評価5段階評価で星2つをつけさせてもらいます。私はですね、財務諸表を見てデータを可視化することで投資判断の優位性が生まれると思っていますし、そういう人が増えたらいいなと思って活動をしています。今日のような分析動画ではどうしても基礎的な会計知識が必要になってしまうんですよね。なので初心者でも財務データ分析ができるように、再生リストで財務データ分析のための会計知識というのを作っています。この再生リストを見てから分析動画を見てもらえると納得感を持って楽しめると思いますので、ぜひこちらもよろしくお願いします。今日も自由のために頑張っていきましょう。それでは That's it。 ご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルでは米国株の財務諸表データを分析しています。また Twitter では1日1銘柄米国株のデータを写真付きで公開しています。銘柄リクエストも随時受け付けているので、チャンネル登録、コメント、Twitter のフォローよろしくお願いします。